12分、コーナーキックを6番マジョールが右足で合わせて2点目。福岡2対0とします。しかし福島は31分左へ展開します。瀬川がドリブルで持ち込んでゴール正面へパス。18番佐藤英二が右足でシュート、右隅へ決まり福島1点差に詰め寄ります。この後も福島は福岡ゴールに迫りますが、守りが薄くなったところを逆に得点を許してしまいます。結局福島 FC は3対1で敗れ、 JFL 初シーズンを11勝19敗で終えました。最終戦の今日試合内容はいかがでしたか？2つ取られて1つ返して、その後はまあ勝負かけて、ね、1点取られましたけど、立派な試合だったと思います。本当に最終戦にふさわしい結果にとらわれず考えれば、非常にいい内容で試合ができたというふうに思います。FC は JFL 初シーズンの今年目標の10勝をクリアしまして、11勝を挙げ16チーム中13位で終わっております。